お疲れ様と、お久しぶりです。お久しぶりです。はい。久しぶりなんで、どうですか？まあ、変わらず変わらず。ですね。もう本当に、2017入っても、150ピプスぐらいですかね、前後、あ、平いいっす均。ね。全然変わんないです。はい。もうスタイルを貫いてるんで、でも変わらないっていうのはすごくいいことですよね。安定した勝率も出してるわけだし、まあいいですよね。まあ新しいことをやるっていうのもまあいいですけど、ちょっとね、自分の軸が決まってるんで、アドリブご無沙汰してる間にちょっといろいろ検証はさせていただいで。て、そうなんですね。ハメ決済とかトレールとかですね。で、過去僕の1年半分のエントリーを全部、もしそれでエントリーしてたらどうかっていうので、やってみたんですけど、あんまりだね。そこまで、いや、もちろんちょっとプラスなんですけど、そこまで優位性はなくて、で、実際僕が仕事で見れないとかいうのを考えて、リアルタイムに成り行きで見れててかなっていうのを考慮すると、あんまり差が出ないそんなもんです感じよだっね。そんなもんですよ。たんです。はい。なんでもういつも通りお塩で、やって、完全に利益が確定したところで、ストップをそこに置いて、もう伸びた分はもう完全にプラスっていうやつをおまけで追加していくのが一番いいみたいな検証結果が出たんで、まあ、それをやってるのと、あと今、先ほどの今さんに LINE したんですけど、塩トレードをちょっと、いろいろ試行錯誤してます。ああ、いいじゃないですか。はい、まあ、おまけの上乗せになればと思って。もこうね、特にはい。いつも気にしてる金曜のね、この後来るようなはい。指標、週末を控はい。えたような時っていうのは、特徴的な動きをはすることもあるんで、それはまあ一つ狙い目ですよね。もちろん見ている時っていうのは条件なんで、仕事中は無理ですけどね。い。はい。はい。まあ、雇用統計とか代表的なやつで、優位性ができそうなトレードができそうやったら、ちょっとデモから開始して、一はい、つデータが溜まっもたらちょっとう、打ちそう込んででいすこうね。かなと。はい。ファイザーの場合はもう今、形がもう決まってて、むしろ理想形なんで、まあ言ってみはたい。ら、上駆足でのトレードというかね、まあエントリー自そう体ではすね。短期足ですけど、はい。それで、まあその上と上乗せするというか、今のスタイルから、まあプラスアルファでやるんだとすると、リアルタイムで見ていっての、例えば5分足とか15分足とか、まあ、そういったトレードを、どれも取り入れるぐらいだとは思うんですよね。まあ、それか、もっと長い時間足のスイング的なこと。今のトレードはもう、そのデイトレードとして1時間足ぐらいのトレードは、おそらく固まってるんで、それで、プラス150っていうのは、まあ上限に近いんじゃないですかね、おそらく。まあ、上限というか、まあ、そうですね。中の上ぐらいだと思うんですよね。いもうず、かなりいい勝も率なんで。う、はい。で、そこでまあ、上乗せするっていうのも、なんまあ、だろこんなもんかう。こんなな、っもんていうだかと思う。こんなもんもう、というか、まあ、ある意味理想形だと思うんで。で、そこで、まあ、上乗せするんであれば、例えば、まあ、終わった時間に、その合間を、プラスアルファ5分足で、同じところをちょっと、追撃して利益を上乗せするとか、まあ、そういうことに多分なってくると思うんですよね。そうまあ、でこういうすトね。レノニンマドルさんがも、よくやられてるやそつうでですすね。ね。ここを取るので、ここからエントリーして、ここで決勝するっていうのと、プラスアルファこういうところでエントリーするみたいなね。そんなイメージで5分足とかを使っていくとかね。そういうちょっとね、遅くなってくると思うんですよね。まあ別にそれ無理そうしでてやするね。必要もないですし、まあ、ただ、やってることは同じで、本当に、結果が出てる、人が、まあ取り組む人、まあさらに、まあ倍とかね、3倍ぐらいになるっていうのはおそらく、かなり早いと思うんで、まあそれを取り入れてもいいのかなというふうには思いますけどね。まあ気が向いたらでいいんじゃないですかね。今のスタイルが決まってるんで。あとは大きいなと思うのは、そろそろ口座の数値がメーターのように見えてきたんで、あんまり、なんですかね、現金だと思わなくなってきたというか、すごくいいですね。まあ、減ってもどうせ増えるやろっていう感じで、パチンコっぽくやっとなってきたんで、
ちょっとずつ毎週、ちょっとずつ、そのノリマルさんの足元には及びませんけど。関係ない結果ですからね、そのね。はい。ちょっとずつやっていってもいいのかな、っていう感じです。これもさっきね、LINE にしてましたけど、そこの体感みたいなところ、はい、結局、チョダマでやる感覚、現金とチョダマでやる感覚の違いみたいなところ。そうですね。まあ、ゲームって言ってはまあおかしいですけど、そのお金でやって、はい、お金、目の前のお金をこう気にしないっていうところは、ものすごく大きいんで、ね、うん。まあ、1円だろうと、ね、1億円だろうと同じトレードするっていうのは、普通の人にはやっぱ難しいところであって。はい。それは、どっかでね、こう、切り替えなきゃいけないところで、それはもう、こう、うん、日々のトレードから、体感していく以外にないんですよね。うん。ちょうど1年前に、期待値を理解している人がほとんどいないって野村さんが言ってはって、うん、多分ここのコミュニティの人ってパチンコの勝ち組が多いんで、うん、ちょっと信じられないっていうか、うん、みんな当たり前のようにやってるんですけど、うん、実際はその期待値プラスのやつを冷や汗かかずに打ち込んでいけるって相当強いんですよね。相当強いですよね。相当強いんですよね、これ、うん、最近ちょっと実感してきたんですけど、うんうん、で、本当に、一般人でもこうね、投資って取り組んでる人はいて、まあ結果出してる人もいるんだけども、はい、その人たちは相当すごいと思いますよね。はい、どこでそう覚えたのかなっていうところ、うんうん。そうですね。ゼロから、ただただ投資だけでそこまで行ったんだとしたら相当すごい、相当すごいと思います、うんうん。こっちは、まあ日々その、体感し続けてる。うん、こう、まあ、勝手に勉強させてもらってるような部分があって、はい、まあある意味ラッキーですよね。うん、はい。うん、それが本当もう自分たちの一番の利点というかね。普通に一般に投資してる人たちってやっぱりファンダ重視であったりとか、そんな期待値とか確率というふうに捉えてなくて。うんで、やっぱり勝ち組、もちろんノリマルさんとか、このコミュニティの勝ってる方とか、まあネットで勝ちを配信してる人って、みんなやっぱり確率と期待値って捉えてるんですよね、一個一個のトレードを。そうですね。うん。いや、そういうふうに考える人ってやっぱり、実際は少ないのかなっていうのが、最近ちょっと実感として、うん、出てきました。それはやっぱり少ないと思いますよね。はい、でもそれがないと、まあ勝ち切れないというか、数年後にはいなくなっていく人がほとんどだと思うんで、はいいくらね、はい、今、多く稼いでる人でやっても、はい、それが5年10年続くかと言われたら、それはちょっと疑問は残りますよね、やっぱりね。はい、はい。じゃあ、その根本的な考え方っていうのを持ってる人であれば、おそらく変わらないと思うんで、まあ、どこまで行っても同じだと思いますね。うん。手を勝とうがスタイルが変わることはないはずなんで。はい、はい。ちょっと気をつけなきゃいけないのはね、お金が増えると、ちょっと、まあ、気持ちも見られるということは、ある、どうしてもあるんで、まあ、そこだけは、ね、気をつけていきたいです、ね。本当に、ちょこちょこ、もう本当に、痛くも痒くもないぐらいでやらないと、はい、うん。うん。いや、昔は本当に一枚とかでも夜中起きたりしてたんですよ、怖くて。いや、わかりますよ。どうなってるかな、みたいな。もちろん損切り取り決めてるにもかかわらず、うん夜中起きたりしてたんですけど、今はもう、どっちでもいいやっていうふうに、やっと思えるようになってきたんで。まあ、もちろんある程度の結果も分かってますね。うん、自分、今までの結果から。皆さんは、はい。まあ、損切りもしてるわけで、まあ、ある程度でいいやっていう頭もあるわけなんでね。はい、はい。うん、それが大きいですよね。うん、結局のところ、うんまあ、これも何度も言ってますけど、負けを許容できるかどうかっていうことしか、はい、自分たちはできない。はいわけであって、うんうん、で上がるか下がるかは本当に次第、神の道のところなんですよね。うん、はい。だから別にここで勝とうとすること自体、まあ本来間違ってることなんだけども、まあ実際は勝つんだよね。はいはい。うん、はいはい。それをが受け入れられるかって言ったら、そんなことないでしょうっていう普通の人はね。で勝つために投資してんだから。うん。でも実際は、うん、そうじゃないんですよね。うん、そうですね。うん、まあ、来たら、まあその未来に積み重なっていきたい人のために、今できることは、うん、まあ負けないようにどうすればいいのかな。負けにくい行動はどうすればいいのかなっていうことぐらいなんですよね。はい。
こうなんか無駄をなくしていくみたいな。うん。マッチングで言ったら切断増していくみたいなところ、うん。うん。それが結局のところ、まあ、立ち位置で割っていくんだよ、なんていうのは。まあ、いくら説明したところでね、はい、何を言ってんだい、君たちはって、ね、頭のいい人に言われちゃう、しますからね。うん。でも、その頭のいい人たちも、まあ、そういうことが分からなくて、結局退場していくのが投資の世界なんで、あなたたちも分かってないんですよっていうところなんですよね。うん。なかなかやっぱり、でも1年ぐらいやっぱかかりましたね、そうは言っても。うん。そんなもんじゃないですか。うん。まあ一応その半年ぐらいでね、なんとかしてほしいっていうのはありますけどね。はい。だってやることは単純なんですから、それを理解するかというか、受け入れるかというか、そのぐらいじゃないですか。はい、うん。うん、それが本当に合ってるのかっていうのが分かりにくいっていうのが、まあ、やっぱ一番のネックなんでね。はい。それはもう、うん、まあ、例えば結果出してる人がそう言ってるからとかね、なんか信用できる人がそう言ってるからとか、まあ、そういったことでしか最初は受け入れられないでしょうけどね。最終的にそれを自分でこう体感してみて、こう、まあ、具現化していって、初めて、うん、あ、やっぱりそうなんだな、みたいな。まあ、そういうところじゃないですか。うん、そうですね。そこまでいかないと、うん、まあ、最終的にね、ああ、なんだ、ダメなんだよ、やっぱりダメなんだって、できねえんだって、うん、なっちゃいますからね。はい。うん。まあでも実際にはね、勝ってる人が、まあ少なくともトップ 1% いて、はい、まあ、100万人いたら1万人いるっていう現実があるんでね。はい。そんだけ大きい数だと、ものすごい数がいるわけなんで、まあ、そんだけ勝ってる人がいますんで、はい、普通なんですよっていうところですね。はい。まあ、ブログに来てくれる人は、例えば勝ち組行ったら、みんな勝ち組ですからね。何百人何千人って来てるんだけど、みんな勝ち組なわけで。うん。でも、実際パチンコ屋さん行ったら、ほとんどが負け組なわけなんでね。そうですね。うん。まあ、いるところに行きゃ、そういう人はいっぱいいますよっていうところなんですよね。うん。実際そう、本当に、勝ってる人とかすげえ人って、まあ、なかなか表に出てこないんでね。うん、で出てくるのは、なんか、こう、これをやれば大丈夫ですよ、みたいな。こう、手法のような人ばかりなんで、はい。それがいけないってことはないですけどね。はい、手法に特化しすぎると、やっぱり大切なものを見失いがちなんで、はい、そっちの方向には行ってほしくないな、っていうふうには思いますけどね。まあ、もちろん手法はありきなんだけど、手法っていうのは自分の中にあるものであってね。はい。他から持ってくるものじゃないんでね。なかなかでも固まるまでも時間かかるのかもしれないですけどね。でも最初の段階でね、まあこれやりなさい、やりなさいっていう、それをやるのはとてもいいことなんでね。はい、それはまあまず最初は、そういう教えてもらったものを困るままコピーするってところから始める。まあこれも当然ですけどね。はい、知らないことなんですね。あの、YouTube でもコメントさせてもらったんですけど、はいはい、あの、サイコロの話にしても、はい、サイコロ1回100円で1出たら700円なんかやるみたいなのを、ちょっと、まあ、質問じゃないですけど、はい、結構、結構まあ、賢い連中ですよね。国立の医学部とか出てるんで。聞くんですけど、ほとんど即答しないですよね。え、7回とか、5回かなとか、もう一人だけですね。あ、もう無限にやるよって答えたやつ一人だけで、そいつがあのパチンコ買ってましたね。そんなもんですよね。やっぱりそういう、まあ、頭にしてもパチンコ屋さんとか、まあ、競馬とかもそうですけど、やってる人もいて、まあ、ポーカーとか多いかな、はい、ブラックジャックとかね、はい、そういう計算でできちゃう方に行く人多いですけど。やっぱりそのパチンコをかじる人もやっぱり多くて、そして投資してる人とかですね、すげえ、社長さんとか、もうちょっとかじって、はい、もちろん勝ってね、もうスパッとやめていく人っていうのが多いですけど、そこで、こう、なんだろうな、期待値の感覚の後押しみたいなのを受けてる人は、もう結構いると思いますけどね、やっぱり。昨日かあ、23のハングアウトのやつは、
まあ、もちろん全部聞かせてもらったんですけど、本当に面白かったです、内容としては。長かったですね。まあ、いや、まあでも、あの、パチンコ打ちが、ね、その、すっ飛ばせるっていうのは、確かに圧倒的に有利だなっていうふうには思うんですよね。すっ飛ばせるはずなんだけど、でもその目の前のお金ってやっぱもう相当魅力で、はい。まあ、苦しい時ほどそういう方に行きがちで、はいはい。はい、本当はそこでね、エイヤーって180度転換するんだけど、はい、そうじゃない人ってやっぱり多いですよね。やっぱりレートが違いますもんね。本当もったいないですよね。うん、まあ別に、ね、こっちはどこに関係ないですけど、まあこういうことありますよっていうふうにアドバイスし続けるだけなんで。うん、はい、うん。ほら、そもそも、ね、他の仕事をして、こう、なんだろうな、副業的にパチンコ取り組んでる人は別にして、そうじゃない人っていうのは、はい、まあ、ある意味人生のレールをなんかこう、大きく外れたみたいな。はい、まあ、一見すると、ね、悪い方向に、なんかアウトローみたいな。うん、はい。なんか、ね、そんな感じで見られがちなんだけども、はい、実はものすごい幸運なんだよっていうことは、はい、知っといてもらいたいですけどね。はい。まあ、どんな入り口だったとしても、うん。うん、ただ、これ注意点があって、そこに居続けるのはアホですよっていうことだけですね。うん。居続けちゃいけない世界。うん。うんうん、どっかで、まあ、違う方向、まあ、それを使った方向の、まあ、違う方向に行かないと、アホですよっていう。うん。うん、ただ、そこを知ったっていうことは、ものすごいラッキー、幸運、あなたが掴んだ素晴らしい才能なんですよっていうところは、まあ、自信を持ってもらいたいですけどね。そうですね。もう、東大生にも叶わないぐらいの力を持ってるんですよ、あなたはねっていうところ。本当に。すごい物理学者の先生よりも、すごい力を持ってるんですよっていうのを、なんか実感してもらいたいですけどね。うん、頭で多分、期待値というか、確率の計算をして、あ、プラスやから、プラスになるんだろうなっていうふうに計算できる人はいると思うんですけど、うん、未然にがかかって、じゃあ、何万円、何万円って削られていってるときに、うん、涼しい顔して打ち込めるやつっていうのはやっぱり長期にパチンコに買った人かなっていうふうには思うんで、うでね、うん、これはやっぱり一般の何もしたことない人は怖いんじゃないですかね。うん、普通は無理だと思いますよ。しかも、うん、そういう人にはなんか進めたくないしね。うん、危ないってやっぱり。まずはなんかパチンコ買ってくださいねってなんか言っちゃいますね。基本そこで。うん、せめてね、なんかこう遊びでもいいから、はい、今 0.5 場所がね、なんかすごい 0.5 らしいとか、はい、そこで、玉が残る感覚みたいな、ね、ゲーセン感覚でいいんでね、ちょっと玉を増やしてきてください、みたいな、うん。数字が見えますもんね、あっちは。はい、そうですね。簡単に見えますからね。うん、そういうところでこう体感してもらうっていうのは、ものすごい一番の勉強なんじゃないのかなって思いますよね、本当。うん、うん、うん。まあ言うてもね、本当に、パチンコより、このチャートって穏やかなんで。はい。いや、それも最近やっとおっしゃってる意味が分かってきて、よく考えたら、例えばリスクリワード1対1で、うん、勝率6割の、まあ、トレードが自分に固まってたと仮定すると、はい、ブレようがないっていうか、ね、暴れようがないですよね、これ。だって、うん、アマデジの日じゃないですよね、この安定度って。の日じゃないです、ね。だって、5分の3で当たり確率、11で出てくるわけですから。出てしまうですからね。それは、よくよく考えなかなか負けにくいですよ、っていう話。はい。そんな、簡単に負けますから、ね。へこ、はい。へこむはずも当然ないわけで。うん。まあでも本当それはね、固まってる人も言えるセリフでね。まあそこに、たどり着けるんだけども。うん、それがそこまで行ってないと、やっぱり不安、どうしても不安になってくるっていうのは、まあ現実なんですけどね。うん、で、まあそれを払拭するためにはどうするかって言ったら、検証するしかないっていうところに、はい、まあ、そうなってくるんでね。うん、
何よりだってもうこれ、無料で検証できるわけじゃないですか。リスクゼロで、お金もかからずに検証できるっていうのが、まあ、すごい相当強いですよね。うん。まあ、株式投資もそうですけど、今はもう、ネット社会で、こう、そういう、環境が整ってるんで、うん。もう、すべてにおいて、有利というかね。うん。まあ、今でこそ、やらないでどうするんだっていう感じですけどね。うん。なんか自分でちょっと、投資のプロが猿に負けるみたいな本を読んで考えてたんですけど、うん、これ、目つぶって売り買い適当に決めて、適当なタイミングでエグジットしたら、多分2分の1の1、1のリスクリワードなんですかね。もしかして。どうなんでしょうね。それやってみてください、じゃあ。うん。いや、まあ、原理的には多分そんな感じだと思うんです。もちろん、スプレッドの分だけ負けていきますけど。まあ、そうですね。まあ、余計な感情が入ってない分、そうなるんじゃないですか、ね。はい。うん、結局、ほんのちょっとの優位性をこう、重ねるだけで、それが 51%、52%、53% ぐらいの勝率になって、優位性ってできてくるのかなっていうふうに、なんか考えてたりするんですけど。まあ、そうですよね。うん、それをなんか、ローソク足のぐっと伸びて、チキンリグイとか、往復ビンタとか、そういうのをやるから、9割の人負けるのかなっていう。どっかでそういう感情がね、働くんですよ。それも本当不思議なもんでね。うん、まあ、それは、なんだろう、ギャンブルが好きというかね、そのお金の増減にこう脳が反応してしまうっていうのは、それはまあ人間の本質みたいなんで、仕方ないんですよね。うん。で、それを、まあそうならないためにどうするのかっていうところ。まあそれはまあ、うん、どうしても訓練が必要なわけで。はい。あと、まあそう、生まれ持ったものだと絶対にそう左右されてしまうんだから、訓練するしかないんですよね。うん、それはもうしょうがないですよ。うん。うん。うん。昔からみんなそのギャンブルっていうのは、人間のこの欲望に訴えかけるもので、はい、もう好きなんですよね。誰もが好きなんですよね。うん、はい。これはもうしょうがないです。でもギャンブルしたら負けるっていうのも、これも決まってることであって、それをしない方向にどうするのかっていうのは自分でコントロールしなきゃいけなくて。うん。じゃあコントロールはできるんですよね。うん、はい。で、その訓練をしましょうよっていう。うん、どうしてもプロスペクト理論が働いて、はい、もうあれそのせいで負けていくんですよね。心理学みたいなもんですよ。もうなるべくしてなるんでね。なるべくしてなるから、そうならないようにしましょうよっていう。で言っててもなるんだから。うん、だからそれを ならないようにするためには、もうそれ相応の訓練、まあ半年とか1年とか、うん、そうしなきゃいけないんですよってことですよね。うん、なんか逆説的に、まあ、例えばそんなに勝ててないって悩んでる方がいたとして、はい、100万円あって早く直したやつが一番1000万円の賞金みたいなゲームがあったら、うん、結構逆に勝っちゃうんじゃないかなみたいな。なるほどね。うん、なんとか向かい負けてやろうと思ってエントリーしてると、うん、エグジットのタイミングとかが、はい、なんか逆にもうどんどん増えていって全然減らへんみたいな、うん、やっぱり増えるんじゃないかね。うんうん、結局、まあ、そのエントリーするときに逆側の思考を考えましょうっていう話もしてますけど、はい、それを、まあ、知らず知らずのうちにやってる可能性もありますしね。はい。うん。うん。だからその、何かを変えればきっと結果は変わるわけで、やっぱその、それを検証して、うん、自分で振り返るっていうのはものすごく大事ですよね。はい。うん、曲げれるには理由があって。最初はほら、プラマイ上を目指してくださいよって話はしてますけど。はい、うん。まあ、言っておくとわかると思うんですけど、まあ、その負けないレベルっていうのは、そんなに難易度高くないんだよね。そうですね。うん。これも不思議なんですけど、やり始めの人ほど、まあ結構勝てるっていう。はい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 。で、ちょっとかじり出すと、なんか負け出す。わかる。ああ、もう全くその通りです、ね。はい。その余計な知識とか余計な感情がやっぱり邪魔するんですよね。はい、はい。それ本当、まあいろんな人を通る道だったりもするわけで。
なんでジャン負け始めたのかなって言ったら、余計な知識を入れすぎたからっていうことはすごく多いんですよね。本当、シンプル。立ってる人がめちゃくちゃシンプルなんでね。もう余計なことしないですね。それは本当おっしゃる通りですね。もう最初、パパって勝って、2ヶ月目、そんなに勝てませんでしたからね。で、こう、まあなんか、マグレーションチャートとか、他の人のね、タイトルとか見てみると、なんか、解読不能なチャートとかしてるんでね。はい。そういうのを使っていったら、やっぱり、あんまり余計な感情が出てくるのかなっていうふうな、こういうふうに思っちゃいますけどね、やっぱね。まあ、それは絶対的に悪いってことはないと思うんだけど、それを処理できる人間っていうのは、まあ、俺は見たことないけど。まあ、いるかもしれないですけどね。まあ、相当天才かもしれないです。まあ、でも、そのテクニカルツールが欠かせてくれるわけではないんで、まあ、それはまあ勘違い しちゃダメですよね。めちゃくちゃインジケーター入れてる人とかもいるかもしれないですね。その迷を惑わす原因なわけで。もしそれを表示してて、まあ、負けやついたりとか、それ見ない方がいいですからね、やっぱね。スキルないってことだね、結局。トレンドラインを引いて負けてんだけど、これ、必要ないですからね。本当に。はい。で、どんどん消していって、最後に何が残るのかなって、ってところで、はい、まあ、この水線が残ったっていうぐらいなんで。何もないとね、そうですね、目安がないんで、あの、申し訳ないですけど、はい、まあ、せめてもね、こう、狙う、そのプライスアップっていうのが、まあ、一つ、最終手段として使えるのかなって思うんですよね。結局、あの、ボリンジャーとかも結局、ボラを見てるわけで、それはローソク足見てたらわかるし、あの、RSI も、要はレンジを見たいわけで、ローソク足見てたらレンジわかるんで、まあ、なんですかね、後付けやし、意味ないっちゃ意味ないですよね。平均値ですからね。でもそれを、まあ、それを頼りにして、それが機能してるところも、もちろんあるんだけども、でもやっぱりそれだけを見てると、はい、まあどっかでこう足元を救われるっていうのは現実なんでね。やっぱその他のものに頼りすぎるっていうのは良くないですよね。最終的に。できることは、自分でね、注ぎ幅を決めるぐらいしかできないわけで。まあ、決めるのは自分だけど、他のものが、こういう場面では損切りを、例えばね、10ピプスにしなさいよとか、まあ、そんなルールは、まあ、ほとんど機能しないこと、機能しない、もちろんルールはあるんだよね。直近休めとかっていうルールはあるんだけども、はい、それ開いてるチャートによって、ね、休めも変わってくるわけ。何を基準にしてるのかなっていうところで、今全然変わってきちゃうんだね。はい。それを分かった上で、こう、使ってるかどうかっていうところは、すごく大事ですよね。はい。まあ、今日はね。まあ、はい。あとは、淡々とやっていきます。あと、CO トレードをちょっと。何の文句もないですよ。別に、練習すると嫌だなって感じで。また、あの、要は、その自分が今やってるトレンドフォローとか、はい、そういうのって、結局全体の流れの中から取ってるんで、まあ、ブレイクアウトだろうが、レンジの逆張りだろうが、結局、まあ同じようなとこを取ったりしてることもあると思って、あと上乗せするとしたら、完全に全く違うパターンの攻め方があるかなと思って、まあでしょうね、ちょっと指標トレード派を、まあ月に20でも30でも取れたら、もう十分かなと思って、それを今研究検証中です。まあ、トレンドが上手いんでね、はい、まああとはレンジ上手くなったら上手くなったりもしますしね。はい。もう逆張りポイント。別に逆張りしちゃいけないわけでもないんで、もう反発というところで。はい、まあ、それもね、持ってることできないんで、まあ、一瞬の、シコンって落ちるところで、返答するとかそういうことですけどね。はい、そういうのも、はい、ああ、やっぱりここで反発するよねっていうところは、多々あるんで。そういうところは、ピンポイント、例えば仕事終わりで、30分とか。で、はい、できることはできますよね。今のセッティング、数十分とか。
正直でも、はい、ノリマルさんのトレードは、普通の人は無理だと思いますよ。あれは、裁量中の裁量っていうか、もう本当に何の形もないじゃないですか。まあ、最後だけちょっと、まあ、形ありますけど、別に決まったもんなんか何もなくて、本当に流れの中で反転部分を取ってるんですけど、しかも時間足もバラバラで。こういうところじゃないですか、直球の高いとかね、休んでとか。はい。それを、まあ、あの枚数でブレずにやるって、しかも、スロット打ちながらですよね。なんか実際に、ね、人おすすめしてるのは4時間を1人の転換なんでね。はい、それをやってもらえるんでね。はい、いや、それはでもね、もう多分当たり前のようにされてますけど、それをやれっていうのはちょっと、至難の技だと思いますけどね。いや、必要もないですよ。うん、やると、どうしても勝率が下がりますしね。無駄なトレードが増えるし。まあ、いつもすごいなと思って見てます。はい。前のすごい人は本当すごいですからね。本当な、この波をなぞっていくような人もいるんでね、うん、中には。負けもんですけど、ね。いるでしょうね、はい。まあ、自分はそれできると全然思わないですけど。うん、まあ、それができるんだけど、まあ、その10分の1ぐらいはできるかなって、はい、普通の人でね。うん。うん。まあ、それでも100ぐらいなんでね。うん、まあ、100ぐらいは全然、誰でもできる感じですね、やっぱり。はい。200とか300とかになってくると、やっぱある程度、その、まあ、回せ部分は大きくしないと、達成できないでしょうけどね。はい、うん。まあでも100取れたらもう、あとはもう、おまけっていうか。そうですね。100ってやばいじゃないですか。10% ですからね、月利。うん。まあ普通じゃないですよね。ありえないですよね、投資の世界で。ありえないですよね。うん。で、まあそれが、できるのがやっぱり投資なわけで。同じ期待値っていう考え方なのに。うん、ね、一日張り付いて2万円ぐらい、なんか体が疲れて取るっていうのと、こんなんでポコポコやって、トキトキやって、で、それに100倍ぐらい取るのは同じ能力なんで、能力じゃないか。はい、こっちの方が特に簡単ですけどね。はい、まあ。できるまではそれはもちろん難しいでしょうけど。はい。難しいってことないか。とっつきにくいって感じですよね。考えにくいっていう感じぐらいで。難しくはないですね、はい、決して、うん。それは難しくないんだよっていうことが分かるっていうところが、まあ、まず第一段階ですね、やっぱり。それが分からないと、何も分からないんでね、やっぱり。分からないってことないか。体感、体で理解するみたいな。はい、そういうところじゃないですかね、やっぱり。そうですね。計算だけしても、パチンコ勝てないんでね、やっぱ。本当にいいのって。どんだけ言っても、マウダイやめて、トライルダイやってる人いるわけなんで、ね。はい。どんだけ言っても、欲しいって言う人はいるわけなんで。もうこれしかないですよって言っても、はい、いるってね。うん。だその体感、できなかったから、そう。っていうところですよね。それしかないんだから、ね。パチプロ有利ですね。うん、まあ、パチプロ有利ですよね、やっぱね。有利なんですよ。ほら、間違いなく。間違いなく。なんかね、セクトルなんか、なんでもいいですよ。なんか、どうでもいい話でも、なんでもいいんで、ね。はい。話題吹っ飛ばったら助かりますけどね。はい。まあ、とりあえず今はそれで、枚数をちょっとずつ上げて、ぐらいですかね、今やってるのは。まあ、ぶれないようにするのと、もう、ちょっとずつマイナーチェンジしたりとか。それはそうですね。うん。より良い形っていうのはもう、ぐらい。どん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 、進化の中でも進化していくはずなんで、そうなんですね。それはもう最初の段階で、はい、はい、お話し聞かせていただいて、シンプルって別に簡単じゃなくて、そうですね。そのシンプルでも、それを磨いていかないと、うん。
同じ金属で作ったのに、ダガーナイフがエクスカリバーに変わりますよ、そのうち。はい。本当に。うん。本当にそうなんですよね。うん。で、それはなんで変わったかって言ったら、使い続けてたからですからね。はい。もう手の一部になったみたいな。はい。うん。うん、同じトレンドの2点目でも、やっぱり、どう入ってたら一番ベストかなっていうのは結構、まあ、同じことばっかりやってるんで、うん、逆にちょっとずつ分かってきたっていうか。有利になるんで、うん、今回もうちょっと早く入るとかね。はい、いいところに行くときとかね、はいはいはい、やっぱり違いますからね、はい、全然違うんで、5ピップちゃうかったら年間数百違うんで、はいはい、20トレードより100ですからね、これ、はい、全然違うんで、ね、それっていうのはまあ可能な部分なんで、まあ突き詰めやることは全然いっぱいありますよね、はい、同じことなんだけども、はい、やることはいっぱいありますね、うん、同じ物語だっつったってね、右打ちできる機会があったりし、はい、あったりして、まあ、止め打ちで増やせる機会もあったりしてね。はい。いろいろあるんでね。うん。期待感で。期待感で上昇するかなと思いますね。変わらずやっていきたいなと思います。はい。ですね。はい。わかるよ。他のことで話してみますかね。大地さん、どうですか？お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうも。お疲れ様です。どうですか？あ、今日はちょっと、あれですね、和也さんのお話聞けて、すごいよかった。恐縮です。で、テンション上げていきなよ、テンション。大ちゃん、はい、テンション上げてください。はい、そうっす。いや、本当に、話したかったっていうか、まあ、久しぶりなんですけど、まあ、たまたま、まあ、自分もあまり参加してる方ではないですけど、まあ、たまたま、本当、ちょうどあれですね、参加してるタイミングで、加藤さんが、ちょうどなんていうんですか、自分が知りたかったその思考的なこととか話してくれたんで、別につながコミュニティにつながってるんでね、はい、もう一度調査があったら LINE してみるのにすればいいんじゃないですか、別に自分でもいいんですけどね、仲間でもすればいいんじゃないですかね、はい、うん、まあ別に優劣とかそういうの別にないわけなんで、まあ、ただ勉強してる仲間なわけなんでね、はい、はい。D さんとたまに会させていただいて。あ、そうなんですか。はい。うん、感じです。感じです。はい。どうですか、調子は。ぼちぼちです。そうですね。ちょっと稼働が結構かなりフルで今動いてるので。うん、がっつり。ちょっとそうですね。だいたい3万ぐらいの。あ、すごいね。最近になって。はい、多いんで。人雇った方がいい、人、はい。はい。で、それでちょっと、まあ30分ぐらいですけど、並んだりとかして。あ、そう。はい。ちょっとなん体力的に結構。きついね。あれですね。はい。なんで、まあそんなことも言ってられないんですけど。なるほどね。でもそれは人探した方がいいな。誰かいないですか？厳しいですね、今。あ、そう。本当に多分でも本当たまたま1台とかそういうレベルなんで、ああそうか、毎日とかじゃないで探してやってるわけね。そうですね、見てわからないレベルですね、全部一緒に見えるんですけどそこだけ癖がいい。なるほどね。はい、そんなのでやってるんで、ね、うん、まあでもね、やりながら やらなきゃいけないから、はい、うん、実際やりながらできることなんでね、はい、うん、まあ落ち着く時期も結構メリハリが激しいんで、うん、まあ、またダメになると思うんで、うん、その時に、まあ、こっちにがっつり集中して、まあ、いつでもできるんでね、はい、やっぱりその どっかでこう集中的にやるというよりも毎日の生活の中に取り入れるのが一番いい
と思うんでね、常に触れていくっていうところ、はい、そうですね、まあ、朝並びの時に触れていくとか、まあ、お昼ご飯の時に触れてみるとか、はい、うーん、まあ、球流す前に触れてみるとか、はい、まあ、やっぱりそのどっかのタイミングで1日の中で、まあ、5分10分ぐらい使えるんで、はい、絶対的に、はい、それだと使った方がいいですよね。一つのところに集中するっていうのは強くわかるんだけども、はい、で聖徳太子じゃなくても3つぐらいのこと同時にできますからね、はい、うん、実際パチンコ打ちだからブログ書けるんでね、はい、うん、まあ、パチンコ打ちだから検索するじゃないですか、なんかメモとか打つじゃないですか、はいはい、別にできるんでね、まあちょっと思考はブレたりはするけども、はい、まあまあできないことはないんで、はい、うん、こう、まあ、常に自分の中のテーマですけど、自分、時間をうまく使うみたいなところを、よく考えた方がいいですよね、やっぱね。はい、うん、時間は有限ですからね。はい、うん、来月、のりまるさんのところに、また、遊びに行きます。いつでもどうぞ。はい。はい。いつでもどうぞ。はい。ぜひ、お願いします。あ、お待ちしてますよ。どっかに下がんねえかな。はい、うん、ねえ。こんな感じですか？エントリーシート送ってください、エントリーシート。あ、はい、そうですね。うん、まあ、全然、まあ、全然しないんで、あれですけど。そうですね。ばっかり行きましたね。はい。行きましたね。そうなんですよね。まあ、行くでしょうね。はい、これは多分、ボーンと行くんじゃないですかね。まあ、これ、チャートの話ですからね、チャートの話。はい。ちょっとだけ振り返り言いますか。振り返り。まあ、別にね、何度も何度も言ってることなんだけども、これね、ここでこう、締め殻を狙わなかった理由みたいなところはね、前回の動画、まあ、見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、今日、まさにね、今日の、これからのその、指標、みたいなところに向けて、こう、持ち合いになりそうだなっていうところ。持ち合いになったんですよね。結局のところ、うん。で、こっから先の動きはわからないんだけども、ここまでの動きっていうのは、なんとなく想定はできるところであって、うん、まあ、狙えるところっていうのは、またこの辺なのかなっていうところですね。ここはちょっと難しいかな。ここから反発は。今週は、また同じことを言うかもしれないですけど、23だと違うわ。これか。20、21、25。ここですね、ここから。先週末の、これ入ればよかったね。まあいいや。先週末の、この急上昇で、結局この109.5ってところを超えられなくて、まあ、こう調整のような動きになってきてから、まあ、窓を開けて、一回上昇してから、こう押しめ、戻り売りですよね、戻り売り。で、このあたりっていうのは、すごく狙いやすかったかな、っていうところですね。で、このあたりでずっと売ってきてから、直近安値、そこを作った。まあ、これダブルボトムを作って、まあ、トレンド、4時間トレンドをブレイクしたこの辺りですよね。次、こう、上昇、こう、部分が狙いえそうな場所。もちろんこれね、戻り、候補なんだけども、4時間トレンドブレイクっていうところと、戻り高値をこう、ストーンって超えていったっていうところも、まあ、結構強いポイントがあって、まあ、狙えたかなってことですね。ただこの太いね、青い 109.5 から、この先っていうのはちょっと不安定なところがあって、これ直近高いとこの辺ですよね、この辺で。今この辺はちょっと、なかなか勝負できないかなってことですね。で、次もこう、トレンドブレイクしたところからこの戻、本命のこの戻りみたいなところ。これも結構狙いやすいところですよね。これは23時とかな。
まあ、このあたりの売りっていうのが、一つの狙い目なのかなと思いますね。まあ、考え方は全部一緒で、この先こう持ち合いになりそうなんで、まあ、範囲が狭くなってきそうだなっていうのも踏まえて、まあ、この辺から、まあ、無理して狙う必要もないかなっていうところですね。昨日23日ぐらいから、まあ、昨日1日ぐらいは、まあ、それを踏まえた上での、まあ、トレードにはなってくるのかなってことですね。まあ、それが、まあ、まあ見えてれば、ここからね、まあ、さらにこう買っていけそうな 109.5 円とかね、買っていくチャンスはありそうですけどね。うん、で、まあ、今どうなのかわかんないですけど、結局、まあ、まあ、こういう、まあ、こんな感じでね、まあ、持ち合いになりつつあって、まあ、当然ですけど、これで超えたらね、111円、まあ、もしかしたら110円ぐらいまで、貯金高値、110.1 円とか、まあ、そのぐらいまでね、まあ、値が動いてきそうな場所を、ね。まあ、ただこの持ち合い抜ければ、おそらくここまで来るでしょうね。冷やしの、こう、まあ、ダブルボトムっていうか、今ちょっとそこを作ってきて、ちょっと見やすいんで、外の意見も。今この指標の動きでね、ズドボンってこう、最安値まで行く可能性は十分あるとは思うんですけどね。で、こう、週足で見ると、やっぱここの下っていうのは、まあ現状としてはまだまだ、こういうね、かぶった勢力が、まだいそうなんで、まあ相当硬いのかなっていうところですね。ただ今現状でね、ここ、114円か。110円ですね。このぐらいが、週足の最高値。で、これそこが108円とか、こういう現状を今作って、いるんだなっていうところが、まあ、一つの今の流れですよね。その中で、例えばこれ冷やしのトレンドが作ってきてきて、一旦この戻り高値で、ドーンって売られたんだけども、でここを上抜けることがあると、ズーンとね、この貯金高値まで動いてくる可能性が出てくるので、まあ、そこは狙ってやりたいなっていうところですよね。なので、まあ、ここからの反発、長期足レベルでの反発っていうのは、まあ、ずっと狙っているところなんで、まあ、この持ち合い、例えば、まあ、上抜けることがあれば、もう少し強気に持っていきたいなっていうのが本音ですよね。この111円も、超えて、ずんと行く、かなと。それ実際にはわかんないんでね。まあ、その動きを見ながら、まあ、というところになりますけど、これを、高値を超えてくれば、冷やしレベルでね、流れが変わってくるんで、まあ、大きい動きには、なってくるかな、というところですね。戻ってみようかな。まあ、こういう底を作ったのが、まあ、この辺ですね、110.7 円か。で、今、そらく、そこを試しに行ってるような動きにはなるんじゃないですかね、109円。まあ、エントリーする人はその後ですね、この強い動きが止まってからが、まあ、ベストですね、今。やっぱりというか、まあ、最高、この高値、直近高値の動きで、強く言われたんで、まあ、こういうところから逆張りするっていうのは一つ、とても有効ですよね。これなら超えそうもないなっていう、さっき、ね、ずっと出てきた、この冷やしの4時間足とかね、もうこう言えないですよね。109.7 円。まあ、ここで持ち合いそうだなっていう、まあ、レジスターの表現なんで、まあ、こういうところで、まあ、仕掛けるのはすごくいいですよね。これはもちろんね、逆張りという認識を持って、行くべきなので、まあ、この指標というところを踏まえて、
指標の動きですね。そういうのを何度か含めていく必要はありますね。もうこれもう上がんねえなっていうところが分かんないような状況であれば、それはエントリーを控えた方がいいので、何だろうな。まあ、忙しの動きを見ながら、それを判断するっていうところですよね。うん、まあ自動運転もこういう一個の人から見ると、まあちょっと、これ、上行きそうもないですよね。最後トレンドの特徴ですけどね、じわ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 って上がってきてから、こうやって、起きるのは、まあ指標の時でも案外しまったね。そのところでちょっとまだ狙えないので、前田さんどうですか？お疲れ様です。お疲れ様です。はい、どうも。お疲れ様です。どうですか？まあ、後半はちょっと狙えなかったですけどね。はい。いや、まあ、結構自分はこの値動きに、なんか一生懸命になっちゃうんですけど。一生懸命。ノリマラさんが結構気にしないからすごいなと思って。あ、これ？はい。心、なんか心を踊っちゃダメですよ、この動きで。あれですかね、なんかシナリオみたいのは、はい、例えば上にもし行ったらノリマラさんどっかでエントリーとかあったんですか？あ、抜けてそうな動きだったら勝ってましたね。抜けてそうな動きだったら。あ、まあでも抜けてそうな動きはしなかったんで。まあ別にあの逆割りしてもいいなぁとはふうに思いましたけどね。ちょっとタイミング逃したかなって、うん。まあでもこういう動きはしそうなんでね。まあしかも持ち合いの中にまだいそうな感じもするんで。うん、この後ですね。やっぱり。なるほど。なんか例えばわかりやすいような動き。なんかズドーンって言ってこの辺に髭をつけていったら、やっぱ買いたいですしね。はい、うん、そういう特徴的な動きしなければ、そんなに無理する必要はないかな、ってことですね。うん、であるにしても今ここで打って、まあ、ここでエントリーでいいんじゃないですかね。まあもしくは、ダーダー持ってて、まあ戻ってきたらこの辺に損切りを置いて、この辺に損切りを置いて、今上がってきたとしたらもうここで決済。はい、終わり。ぐらいがいいですよね。うん。これダーダー持ってるのは良くないですね、これ。やっぱ激しいんで、一瞬で戻ってきたりするんで。なんで、まあ、こういうところで、例えば、初速を狙って、負けることが多ければ、やる必要はないですね。うん。ここはやっぱり、一瞬の動き出しを、まあ、かなり、彼の勝率を高くして持っていく必要があるんで、まあ、自分が例えば試してみて、ちょっと、勝率が悪いぞっていう風になったら、こういうトレードはひとまずやめといた方がいいですよね。例えばこういうね、逆張りを狙おうとして、まあなんか結構うまくいくぞ。まあ金曜日特に、ね、こういう週末の動きとか、重要週の動きとか、まあこういう時とか、まあ、結構わかりやすい時は、そういう力が高いなっていうふうになったとしたら、まあそういうのを狙っていった方がいいと思うんですけどね。まあそうでなければもうこのまま、まあ日付変わったぐらい。まあ今日はね、この後またね、深夜4時とかに、ドラギさんの会見が控えてるので、まあおそらくそこまでじゃないですかね。で、また、だから週明けから新しい動きになりそうというか、そこからの話になってきそうですけどね。うん。ドラギは4時ですね、確か。うん。だからもう閉まる直前とかなんで、なんかエロい動きはしそうですしね。やっぱそんなに無理してもしょうがないのかな、っていうところですね。寝てる人がみんな死ぬような動きするかもしれないですし。まあ、それはもうそれを分かった上で、入るべきなんでね。うん。まあ、損切りもちろん絶対置かれてないですし。うん、まあ、エントリーしたまま今日寝ない方がいいですし。うん。はい。うん、それを、多くて見てるのは面白いと思いますけどね。どうなんのかなって。
で、5時ぐらいに決済できるような、そのトレードで入れていいと思いますね。まあ、体積したとしたら、例えばこの持ち合いを抜けていくような動きになったとしたら、保持して、週末に向かっても別に大丈夫だと思いますね。うん、これは、逃げ伸ばして、レンジにまた帰ってきそうな感じですけどね。どうでしょうね。さっきも言いましたけど、これ、こういうところで、やっぱり、その気持ちが動いちゃいけないんですよね。なんか、おお、すげえなって。はい、うん。思うのはあんまり良くない。仕事としてはやっぱ危ないなって思った方がいいんで。うん。でも危ないなって思ってても、その危ないのに慣れてくれば、魅力的な動きに見えてくるんで、それはまた別の話ですよね。うん。なんか、ね、普通の人は、例えば車から飛び降りるようなことしないけど、スタントマンはそれが仕事で、楽しんでやってますからね、私たち。ビルから飛び降りたりして。でもあれすげえ慣れてるからやってやるわけで、一般人がやったら大怪我しますからね、やっぱ。うん。でも訓練次第で、あんなことできるようになるわけだよね。うん。もうこういうところの運転に慣れてなかったら、大怪我するんですよ。でも慣れてれば、魅力的。だったりするんですよね。うん。で、それ慣れるまではやっぱやめた方がいいですしね。これ当たり前のことですけどね。で、あえてここでエントリーしようと思わない。まずは、そういうことですよね。もうこういう動きしやすいですよっていうところ。で、これ、なんか、ズーンって今下がったけど、別にこれ下に向かった、一旦、まあ、売りの順番だろうけど、これが、こう、何、下の流れができたっていうわけでもないですし、今の一瞬の動きだけなんでね、これおそらく帰ってくるでしょう、どっかで。うん、まあ、それも一応わかんないですけどね。でもそういう動きをしやすいっていうところなんで、それはまあ、やっぱ今度、普通の波とは違うっていうことは、理解しておかなきゃいけないですよね。うん、でも、大丸とかで、戻ってきて反応したら、うんなんか下入りたいみたいな。ああ、そうですね。でもこれほら、波というよりも、あもちろんね、反発して、ピタッと来て、ここで損切りを置いていくっていうのは全然いいと思うんですけどね。それは、損切りをしっかり置かないと、危険かなっていうのはやっぱり一つですね。例えばですね。まあ、戻ってくるとしても、まあこの辺から、この辺から、まあ50パーとか、この辺から、行く。そうすると結構リスクは少ないかなって気がしますけどね。はい。うん。まあもちろんですけど、全問する可能性もあるわけで。どこへ止まるかなって、まあ直前の動きだと、これまで言ってましたけど、まあこの辺りに止まるとすると、まあチャートパターン的にはいいけどね。これが例えば1時間のこういう波だとすると結構狙いやすいとは思うんですけどね。うん。5分で見るとこれもうズドンっていう感じなんで、ちょっと波としても、今は厳しいかなっていう。さっき引いた、このあたりね、そこ、5.5 ぐらい。うん。この辺にやっぱりなんか意識されるところがあるんで、このあたりなんか揉んでくれれば、売るチャンスはあるかなっていう感じですよね。うん。例えばこれズーンって言って、ズーンって、例えばこの辺まで帰ってきたとしても、あ、それでなんか、綺麗な陽線とか、陰線とか出れば、まあ話は違うかもしれないですけどね。まあ、ほんまにピュッと戻ってきても、ちょっと売りにくいって、今度は勢いのままズーンって来てしまう可能性も結構高いんで。特にこう、すごく強い動きというのは、注意が必要ですよね。もちろんここら辺でね、綺麗に反発して落ちていくことも、もちろんあるんだ。あくまでこう、そこで、損切りが小さくなるような場所であれば、いいかな、っていうところですけどね。あと、ちょっと、せっかく、野村さんと大樹さんいるんで、うん、みんなの検証の仕方をちょっと聞きたくて。検証の仕方。どういうふうに、まあ、結局自分はほとんどやってないんですけど、うん、あの感じで練習したらいいのかなと。
で、野田さんに聞いてみますか。はい、お願いします。あ、検証ですか。はい、はい。検証ですか。自分の検証ですかね。自分がどういうのをしたいかの検証ですかね。あ、そうです。はい。例えば、例えばそうですね。例えば、ブレイクアウトを、まあ、マスターしたいと、もし、前田さんが考えられたとしたら、僕だったらですよ。僕だったら、まず時間足どんな感じにしようか。まあ、例えば、じゃあ1時間足で決めたとして、で、向こうの形で、この水平線を突破、こういう水平線を突破したら、ブレイクアウト狙えるかなって、まあ、想定したとするじゃないですか、仮に。で、それを、まあ、過去、まあ、例えば1年やったら1年でいいんですけど、まあ、自分が好きな通貨ペア全部でやるんですね。で、戻って、フォレックステストでもいいですし、MD4 でもいいんですけど、戻って、右側見ないで左側だけから順番にめくっていって、まさにリアルタイムに動いているように見て、あ、これ自分やったら、もしこの時見たらエントリーするっていうふうに思ったら、それをエントリーとして、損切り取り額を決めてやるっていうのを、まあ、何十何百ってやるんですよ。はい、そしたら、はい、しんどいですよ。で、じゃあ、リスクリワードと、勝率、RF 値とか全部出るじゃないですか。うん。で、あ、これは勝てそうだなと思ったら、それをデモトレードでしばらくやってみて、あ、やっぱりその過去のバックテストと同じぐらいのデータが出ると思ったら、初めて打ち込みます、リアルで。はい。わかりました。やっぱ、そのやってるっていうことですね。みんなやってます。はい、そうです。なんだろうね、一番簡単なのは画像を撮ることじゃないかな。なんか、何かに残してはいけないですよね。今、例えば野村さんは、今のこの指標の動きだったら、こんな感じにするんですよね。だから、ブレイクアウト、例えばね。こんな感じにして、こういう場面で指標、重要指標が迫ってますよって。まあ、水平線がここにありますよ。この後の動き、じゃあどうしましょうかね。まあ、今ここに来ました。みたいなところを検証するんですよね。同じような場面っていうのを過去。まあ、金曜日、毎週毎週来るわけなんで。しかもこういう場面っていうのをさ引っ張り出してきて、まあ、時間足は別に何でもいいですから。それで、まあ、今回はこうなりましたっていうところなんだけども、まあ、じゃあそれを、じゃあここで私はエントリーしましたかどうですかっていうのをやる。やるというか、まあ、その、書き出して置いとくっていうところですよね。はい、それでやるのは何でもいいですよ、本当に。ただ自分がお勧めしたのは画像を撮ってその置いときましょうっていうところをお勧めしてるだけであって。はい、これを、まあ、リアルチャートでこう進んでいくようなソフトもありますしね。別にこれソフトじゃなくてもこう進めていくのでも別にいいと思います、こういう感じで、ね、こんな感じで。はい、うん。それもやりようがいくらでもあるんですよね。うん。で、もうこれをもうひたすらただ PC から画像を引っ張り出してきて、プリントアウトしてなんか書き込むとかでもいいですし、まあスマホでこう画面を撮って、なんか保存しといて、後でなんか自分で書き加えていくっていうのもいいところだし、とにかくこの形っていうのを、ひたすら集めるっていうのが、もう一番ですね。うん、でこの形っていうのは無限にあるんですよ。うん、まあ、今はこういうふうなサポートされて、あ、じゃあレジスタンされてずっと落ちてきました。じゃあここで売れましたかねっていうぐらいですけど、そういう形っていうのを過去からこう探してくるっていうところですね。まあ、結局それが、まあ、検証とかバックテストとかって言われるもので、まあ、そこには一つその、覚えたシンプルなそのレンジブレイクだったりとかトレンドフォローだったりとか、あ、レーザーポテン感とか、まあ、単純な手法ありきですけどね、まあ、それが使える場所はどこなのかなっていうところ、うん、だから一つの手法、まあ、一つ何でもいいから、まあ、トレンドフォローはトレンドフォローっていうことに今一つこだわって、
昔のチャートからそういうところを引っ張り出してくるっていうところですね。うん、でその作業はもう別にいくらでもできるんですよ。で暇の時にいくらでもできるんですよね。はい、うん、いやなんか最近気づいたのが、うん、その勝てない理由が、はい、結局その、まあ、パチンコで言うとパチンコだったらその釘見て、まあ、打たないじゃないですか。うん、で今日は、まあ、家帰って休もうとか、うん、っていうのが FX 結局それがその期待値があるかどうか多分結局自分は分かってないですよね。うん、だから打たないっていう選択肢も取れないし、うん、エントリーしても結局持ってられないし一日中打てないし、うん、まあちょっとそれ一歩踏み込んだら、はい、期待値がないのが分からないんだから打てないですよね。まずだからやらないんですよね、ひとまず、はい。それが多分一つ今の答えですよね。うん、で、そこに何か打つ根拠ができたとしたら、それが一つ自分の形として、はい、まあ一つの国の形としてできているってところじゃないですかね。うん、あやふやなものは、やっぱパチンコだったら怖いじゃないですか。怖いというか、まあ試し打ちはするだろうけど。はい、じゃあ試し打ちしましたかっていうところですね、これは。で試し打ちしたっていうのが何なのかっていうと、それがバックテストじゃないですかね。検証。結局その苦渋の形とかっていうのは見てわかるけど、これも、こいつも、この形っていうのは見てわかるんですよね。はい。あ、回りそう、いけそう、みたいな。その、いけそうとか回りそうとかっていうのは、なんでそうなったのかっていうと、この形を過去何回かこう見てきた、自分のこの、結果があるんですよね。例えばこういうところとか、例えばこういうところとか、みたいなところを見てきた結果があって、その結果的に、今この場面だと、まあたまたま下に行きましたけど、まあこういうことが多かったと。ここのレジスタンスが強かったっていうところが多かったな。あ、これ日足の強いラインだったんだな。転換部はこれこういうところがあったんだなっていう、そういうのがあったから、ここで、売るっていう選択肢ができたみたいなところ、うん、はい、それが結局その自分の中でその国なんだ打つ根拠があるってところじゃないですかね、はい、それがないのであればおそらく打てないできないっていうところなんですよね、うん、だからやらないやれないっていう選択肢がまあ今第一に来なきゃいけないところであって、それをまあじゃあやりたいなっていう風になったら、そうなれるようなものをどっかから探してこなきゃいけないんですよね。うん。もちろんそれは今ある、なんか基本的な考え方で、基本エントリーっていう形がもうあるので、その形に当てはめてもらっても全然いいですよね。形に当てはめるとすれば、例えばここだけ見たとすると、一応これ、上位足のレジスタンスなんで、まあ、レンジの中のトレードとして、戻ってきたところで売るとかね。今これ飛び抜けちゃってるんで、損切られて終わり、みたいな、はい。そういう形だけでも別にいいと思いますよ、ひとまず。で、あの形だけでも、おそらくプラマイゼロになるはずなんですよね。うん、単純な形だけでも。トレンドフォロー。例えば3点目の押し目がいいみたいな。もう基本的な考え方があるわけじゃないですか。トレンドフォローだったら、まあ、こうトレンドができてきて、まあ、こう、まあ、連鎖ポテンカーですよね。トレンド抜けてって、戻ってきたところで、買うみたいな。で、ここでまあ、ほんと基本的に考えたら、綺麗な要請だった、ここに次で、買うみたいな。これ、単純に形ですよね。形。うん。で、実際こんな形は、まあ少ない。まああるんだけども、実際少なくて。まあでもこの形だけに当てはめていくだけでも、おそらくプラマイゼロになるんで、もう本当にひたすらこの形を、やるっていうのも、それはもう一つ、まず第一やらなきゃいけないんですね。はい、で、本当はこれを実際のチャートで、こうやっていくっていうのが、その次の作業。今言ったそのバックテストみたいな、検証っていうところ。じゃ実際こういう形は、どういうところであるのみたいなところで。で、本当にこのトレンドっ
ていうのは機能しているのっていう。あ、機能しているところはあるのかなみたいなね。うん。っていうのを過去から持ってくるっていう作業が、持ってくるというか、過去で見つけてくるっていう作業が、やっぱりすごく大事ですよね。うん。単純にそのトレンドを一つにしても、形で言ったらこんな形なんだけども、まあ実際の形っていうのはもうちょっとこう歪になって、戻ってきてないこういう形だったりとか。でもね、こういうところで入ったりするわけで。まあ、ひとまずこの形がないともちろんエントリーできないんだけども、これだけ見てても、まああんまエントリーできないんだよね。戻ってこないこともあって、その深いこともあって。でもその中には、あ、そういう形、深い時のエントリーポイントみたいなとか、これが押しが浅い時のエントリーポイントとかっていうのもおそらくあるはずで、そういうのはそういう場所の検証みたいなのができるはずなんですよね。うん。で、実際にこう慣れてくると、あ、これ深くてもここを越えなければいけそうだなみたいなところがあって、例えばそこの、こういうところに、なんか、目安となるハンデとか、なんか切り板とか、なんか切り板とかがあったら、あ、すごいこれは反発しそうだな、みたいな。まあ、そういうのがあったとしたら、こういうところで入るってこともあるしね。うん。まあ自分たちが基準にしてるのが、やっぱり水平線なんで、そこに引ける、その締めとか戻り候補になんか引ける場合っていうのが、一つの強いエントリーの根拠になるようにしてるんで、まあそういう場所を、探してくるっていうところですよね。いや実際本当ゼロから始めた時に、はい、のりまるさんの動画を知って、うん、最初やりだした時に、うん、勝てたんですよ、うん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 、勝てたっていうか負け、まあ、ちょいプラぐらいまで1ヶ月でやってちょいプラだって、うん、で自分が別の変なことやりだしちゃったんで、うんうんうん、そこがおかしくなっちゃったんですよ、ね、でもう一回戻りましょうよ。それがいいですよ。つまんないんだけど、シンプルにベストなんで。まあ、トレンドフォロー。結局トレンドかレンジかしかないんですけど、まあトレンド。まあ今日を狙っていくっていうところ。はい、うん。あと、大輝さんにも聞いていいですか？どうぞどうぞ。はい。あ、お疲れ様です。自分もそう結構悩んでる部分もあって、結構 D さんって人と相談とかして、はい、あと、そうっすね、フォレックステスターは結構お勧めされたんで、はい、はい、はい。フォレックステスターは取りましたね。マジですか？はい、有料なんですけど、はい、はい、使ってって感じですね。あれはいろんな時間足が動くんだ。そうですね、過去のちょっとしたズレはあると思うんですけども、過去、そうですね、まあ、アップロードすると、例えば昨日とかつかない、そういったのも見れると思うんで、過去、はい、過去何年かはちょっと具体的には覚えてないですけど、10年ぐらいはそうです。まあ、そかしの動きも完璧に再現されて、はい、完璧と言えるかは本当に細かくは1分程度だとちょっと微妙だったりもするんですけど、あ、でもいいですね。あの動画とかで多分あの紹介してると思う。 YouTube とか探すとフォレックステスターってどういうものかとか見てみると、はい、分かると思います。いや、なきゃダメっすよね。タコチャートの検証はしやすいですよね。もう一回こういう風な波を作ってくれる、まさに今リアルで作ってくれるって感じですよね。ああ、この辺からとあって、まあ、それも一つの手段ですよね。それも、はい、あの別に加藤さんがやったこういう自力でやっても同じことですから、結局それをまあ、あのツールがこう5分なら5分でこう一歩進んで、同じようにこうローソン菓子ができる様をこうなぞってくれるっていうのがそのフォレックステスターっていうツールですよね。はい、うん、もちろん素晴らしい機械ですよ。それを使って検証っていうのもやりやすいですしね。
だ今、リアルタイムで見ている。ここでまさに今検証してるっていうのもきっと同じことですからね。そうっすよね。うん、それがそれ人それぞれ。はい。うん。まあ別にそんな高いものでもないですしね。事業料として払う分にはいいんじゃないですか。2万円だったかな ?1 万円だったら2万円ぐらいでしたっけ、ね、なかなか。うん。そうですね。まあいいみたいにしますよね。まあでもそれも自分がこうやる気になる一つの手段として、捉えたら、まあいいかもしれないですね。まあ自分はそんなに必要性を感じないんで、はい、まあ別におすすめはしますけどね。はい、すごいいい機会だと思うんで。でもその検証の形っていうのは、いくらでもある。もう本当この画面を、そのさっき言ったようにスマホで撮って、なんか書くとかね。はい、それを、プラス文章を書いて留めておくとか。はい、さっき言ったその、自分でこう、まあ、これ進まないようにもできるんで、そのチャートを出してこう進めていって、そのチャートを見ていくとかね。そうまあ、はい。これは結構いいと思いますね、こうやってことね。はい。それを、まあ、やってるというか、やるんですけど。うん、で、やってるときに、まあ、チャート、もちろんテクニカルを使うわけで、上位足をパテパテさせてね、まあ、当然ですけど、それで、まあ、ラインを引いといて、なんか、水平線を引いてとか、まあ、そういう作業をして、ここはなんかそういうのは機能するのかな、どうなのかなっていうところを、この先のわかんないチャート、この先の見えないところを見るために、まあこういう、まあ進めていくみたいなところですからね。こんな感じ。いや、はい。まあ、みんなすごいやってるんだなっていうのをすごく知りたくて。はい、やってます。意外と、のりまるさんが前言ってたのは、のりまるさんってすごい特殊で、うん、結構多分やんないで勝っちゃったみたいな。そんなことないですよ。何ですか？なんか前言ってたような気がしたんで。いや、とんでもない。最初はすげえ見たって言わなかったでしたっけ？最初はすげえ見ましたよ。カボチャートずっと見てましたよって。そんな天才はいないですよ、多分。あ、マジですか。まあだから勝ってる人はそれを苦にしなないで、もうなんか当たり前のようにやるんじゃないですか、やっぱり。例えば、お店周り、めんどくさいけど、やっぱ、勝つためにお店周りする、めんどくさいけどやるわけで。でも、それは、もう当たり前になってきてるから、まあ、止める人もそうですよね。当たり前になってるから、当たり前にやるんですよね。でも、それが分かんない人っていうのは、もうそもそも、なんか、めんどくさい、いや、そもそも分からないみたいな、そういう話になってくるんだけど、でも、それを、どっかに乗り越えなきゃいけない場面で。やれば、そんな、毎日ね、5分、10分で見てれば、苦でもならなくなってくるわけで。はい。なんか、それこそ、ルーティーンみたいな感じでね、もう検証する。例えば今日起こって、例えば、ま、今日負けた、なんかの形で負けた、みたいなのがあったら、その負けた場所を、もう、ひとまずもう一回なぞってみる、みたいなところ。で、僕がここでエントリーしたんだけど、本当にそれは良かったのかな、みたいなところを、まあ、ひとまず振り返ってみる、みたいなところ。で、それが振り返れたとしたら、同じ場所、同じような場面を探してくるっていう場所、こと。まあ、すごい大事なんですよね。それ、まあ結局、検証ですよね、うん。で、その精度が高まってくると、例えば、この場所で負けたとしたら、その場所でやらなくなるんですよね。うん。うん、なんかこう、強いラインをちょっと超えた後、ここで売ろうとしたんだけども、損切られたわ、みたいなところ。ここではっきりしなかったのかな、みたいな。そういう思考ができてくるんですよね。あ、ここは危ないなっていう感覚がおそらく養われてくるんですよね。で、それをしないと、また同じところで同じようなことをするんですよ。うん。で、それをしてしまうと、まあ、いつまで経っても、精度が上がってこないんで、まあ、精度が上がってこないんじゃなくて、その、形が決まらない。自分の形が決まらないんで、それを決めるためには、やっぱりそれ絶対的に必要ですよね。検証下げても絶対必要。で最悪、その、勝った負けたっていうものを取っておいて、振り返るっていうことは、まあ絶対しないと、無駄な負けが増えますよね、やっぱり。うん。まあ勝ちもそうだし、負けもそうだし、その勝ちとか負けとかに意味をつけてあげないと、このチャートって、ね、厄介なことで答えがないもので、まああるんだけども、その答えっていうのは自分の中にしかないもので、それをこう、
つけてあげないといけないですよね。うん。つけてあげることで、こう初めてこう自分の中に、そのチャートが埋め込まれるみたいな感じなんで。うん。わかりました。チャートは単純にそのね、ほんとトレンドとか、いうこと、こういうのを探したり、そのレンジ、なんかレンジを探したりってすることだけなんだけども、この単純なことでも、突き詰めていくと、案外深いんですよね。うん。でもそれって、やっぱもっと突き詰めると、まあ案外シンプルなんですよね。なんかね、わけわかんないですけどね。結構シンプルなんですよ。うん。でも、もうこれも、まあなんかその格言的なことですけど、まあ、突き詰めないと何も見えてこない。単純だからこそ奥が深いみたいなところはあるんでね。うん。まあ検証は、そのためにもその検証っていうのは大事ですね。この形に、じゃあ、期待値が持てるのかどうなのかっていうところ、実際期待値はあるんですよ。あるんだけど、本当に自分でこれを使えるのかっていうのは、これを検証しないとダメですよっていうことですね。実際のチャートで検証しないとダメですよ。同じところでエントリーしてるつもりなんだけど、実際はちょっと違うっていうことは結構ありますよね、それは。うん。まあ、とにかく、その検証っていうのはすごく大事。すごく大事とか、それしかないっていうかね。やる勉強とすればそれぐらいしかない。で、知識を増やしてもしょうがないんで。経験値を増やすしかないですよね。はい、うん。で、そのために経験値を増やすために何をするかって言ったら、検証するしかないんですよ。うん、それ以外ないんで。はい。まあ、検証しましょうよっていうところですね。いい加減やらないと。ああ、面白いですよね、本当にね。はい。うん、いや、だからその、なんだろうな。あ、こういうことかっていうふうに納得するまでやるしかないですよね。うん、本当に。はい、だ最悪、まあ今の、どっかで今週負けたとしたら、そこをまあ一言振り返るっていうところ。で、振り返ったとしたら、その形を、まあ、再度その似たようなところを過去から探してくるってことですね。まあ、その辺だったら持ち合いそうな場所のトレンドとかね。まあ、時間軸変えればいくらでも似たようなところって出てくるんで。うん、そうすると多分ね、あんまりその逆行しなくなりますよ。うん、そんなもんですね。単純。まあでも、困ったら、その商品、基本に立ち返るっていうのはすごく大事なんで、はい。めんどくさいけど、もう一回その最初の動画、はい、エントリー手法みたいなところを復習するとまた違った見え方が出るのかもしれないしね。はい、うん、実際そんなに、検証ってもそんな、やらんでも、多分プラマイゼロって、できるし。うん。その余計な感情が出ないようにするだけでも、全然違うと思うんでね。はい。だから、まあ、リアルチャート。見ました。はい、どうぞ。あ、さっきちょっと言い忘れたんですけど、検証の話なんですけど、さっき例えば、のりまるさんがレジサポ綺麗に絵で描かれたんですけど、多分その同じレジサポの認識も僕とのりまるさんと多分大輝さんも前田さんも多分違うと思うんですよね、チャートで見ると。だから、それはやっぱり、じゃあ、全く同じトレードをのりまるさんとやろうとしても僕はできないですし、教えてもらったとしても多分、違うような認識をしてしまうので、頭の中で。それはそうですよね。できないじゃないですか。はい。はい、はい。だから、そういう意味でこう、自分がレジサポ転換だと思った形を何百ってこう見ると。自分の形を見るしかないですよね。の、はい、はい。っていう意味で僕はやってるんですけど。それは素晴らしいと思いますよ。さっき言ったようにね、これが本当こうなる可能性も全然あるし。もうこれが
こうなる可能性も全然あるし。で、ここに引いてる人もいますしね、水平と。D7 で。この辺に山があって、この辺に引いてる人もいるし。うん。だから基本の形はまあこれとして考えてますよっていうだけであって、トレンドフォローを一つにしても、形はいっぱいありますからね。うん。この辺の、この辺を狙ってる人もいるしね。はい、はい、わかりました。いや、本当、すごく大事だと思いますよ。ただまあ、基本はこういうことだっていうところなんでね。極端な話、この綺麗な形を待てばいいんだけども、これ綺麗な形だけ待ってると、本当にエントリーできなくなったんでね。はい。まあ、形はありきなんだけども、じゃあどういう場面でこういうことを考えるのかなっていうところの方がやっぱ大事ですね。なんでトレンドができたのかなって考える方がすごく大事ですよね。やっぱり。うん、このチャート左側の方が大事なんで。まあもちろん形は大事ですけどね。うん、まあ、はい。ほんと最近それ気づいたんで。うん、なんていうんですか、その自分の基準を作らない。すごい大事ですよね。うん、ぜひともやってみてください。はい、わかりました。案外楽しいと思いますよ。はい、まあ、辛いって言ってましたけどね。まあ、辛いこともあるけど、楽しいこともありますよ。はい、うん、なるほど。ああ、こういうことかなってね。まあ、できると楽しいしね。うん、それこそ、全部、カゴチャート本当に何年分も見ることが楽しくなるかもしれないしね。D、うん、さんも暇の時ずっとやってますからね。え？今日いないですけど、D さん、あのカップ。あ、D さん。あ、D さんも、あのずっとやってますからね。この間の日曜日は3年分やりました、これ。メール来ますからね、たまに。まあ、ですか。そんなもんですよ。なんか、まあ、うん、そんなもんですよ。まあ、うん、まあ、そうですね。そこまでやっぱ、なんていうんですかね。好きなら、上手にならないと。まあ、そうですね。研修上手っていうのも、すごいいいことですよね。まあ、研修の仕方は本当にいろいろあるんでね。まあ、いい、すごくいい方法って言われてるのもいっぱいあるんだけど、まあ、自分に、はい、自分が何がいいのかなっていうのも、まあ人それぞれだったりもするんでね。まあ画像を撮るとか、あれ、はい、プリントアウトするのに。プリントアウトするって人は昔から多かったですけどね。はい、例えば曜日とか、はい、そういうのは気にしない方がいいですよ。全然気にしない。チャートパターンって、ね、チャートパターン。はい、か細かくやろうとしたら、すごく。形にこだわらない方がいいですよ。本当にもう全然。ええ曜日も週末も全然気にしないで、形、チャートパターンっていうのは、もちろん今回の週末っていうのに限定したとしたら、金曜日の週末だけを選ぶべきですけど、そうじゃない場合は全然気にする必要ないですね。はい。わかりました。じゃんじゃん。やってみてください。それよりまたね、なんか、これが、これでいいのかなって思ったら、それ、これでいいのかなって聞いてみたらいいですしね。はい。うん。まあ、それでいいよって言えるでしょうしね。まあ、それはあんま意味ないよって言えるかもしれないし。はい。うん、10個検証。20個検証。100個検証。やってみましょう。はい。わかりました。はい、検証じゃあ、のりまくさんに送るかもしれない。あ、全然いいですよ。ちょっと前から言ってるのが、結局それですからね。はい。はい、結局失敗トレードとか言ってるのも、それ検証の一部ですからね。はい、まあ、成功トレードとかも、あれ検証の一部ですから。うん、でまあまあ、一つ振り返るってとこはすごく大事ですよね。あ、負けた、勝ったとかじゃなくて、それ、じゃあどうやって負けたのみたいなところ。うん。はい。まあね、言うよりも、やるのが早いんで、ひとまずやってみてください。はい。はい。はい、ゆうたさんどうですか？お疲れ様です。2時間かな？
お、出れないかな。作業中ですかね。誰か何かあればいいですよ。なんか、せっかくいっぱいいるんでね。聞きたいことあれば聞けばいいしね。つまんないことも全然いいですよ。FX 以外でも何でも何かあれば。まあ、これで今後は下まで、とりあえず来そうですよね。まあ、ドラギさん発言するまで。まあ、そこ、109円ですかね。まあ、わかんないですけどね。まあ、ひとまず、まあ、切り上げラインの、まあ、こういう、そこぐらいまで、来るのかな。なんて感じですけどね。よいしょ。じゃあ、まあ、ね、AI が普及してきて、まあ、FX だと自動売買とか、うん、そこの AI の研究も進んでるみたいですけど、まあ、自分は、その AI は、否定派で、否定派っていうのかな。まあ、AI、自動売買で、まあ、個人レベルで勝つことはできないよって言ってるんですけどね。まあ、前中言ってますけど。ただ、その自動売買システムを使って、それをまあ、自分のそのバックボーンにして、あとは自分でその判断をして、自分で売買するっていうふうに、まあ、うまく使えば使えると思うんですけど、それだけを頼りにしたら、おそらくうまくいかない。うん、彼ら、その AI がやってることっていうのは、今の事象、まあテクニカル2ですよね、まあ早い話が。今の事象、ここまでの事象を、まあスーパーコンピューターとか素晴らしい計算をして、まあ未来を予測してやろうっていうのが、まあ、ほとんどであって、まあそれはできないっていうのが結論なんですよね。うん、どんな素晴らしい計算をしてもそれはできないっていうのが結論であって。まあ、でも、そこには人間の思考が入っていて、確率の偏りがあるんですよね。その偏りは人間レベルで判断して、確率の良い方にかけ続けることができる。それは人間はできるけど、まあ、今のところ、まあ、機械とか、まあ、AI にはできないっていうのが、レーズ問題なんで、まあ人間の力はもっと信用しましょうよっていうところじゃないですかね。人間の技術力ですかね。うん。まあ AI の話で、これからその AI が普及してきて、もうそれはこの AI が発展して普及するのはもう間違いない事実で、例えば、レジ打ちとか、なんか、今でもすべてオートメーションの自動車製造とか、なんかもうすべて機械任せのものってあるじゃないですか。あとこれからもどんどん増えてきて、その AI とか、まあ、すべて機械仕掛けで人間の仕事がなくなってくって言われてるんだけども、絶対なくならないものがあるんですよね。それは人間の技術力なんです。例えば、まあ、お医者さんいますけど、手術する人。あれ機械じゃできない。例えば曲線をこうカットするようなメスの動きなんていうのは機械じゃできない。血管動いてるし、内臓動いてるし。あれは人間が経験をして、こういう動きの時にはこういう動きができるっていう、滑らかな動きができるから手術は成功するわけであって、あれは機械じゃできないんだよ。どっかの漁港にアジの開きの世界チャンピオンのおばちゃんがいるんですよ。アジの開きも、おそらく、機械ではあそこまで綺麗にできないです。あのおばちゃんの経験で、すごい滑らかなこの骨をこうなぞるような動き、曲線をなぞるような包丁の動きができるから、綺麗な包丁さばきで、すごいスピーディーに三万押しができるんですよね。あれは AI じゃできないです。うん。いつだか東大生、違うわ、AI、東大に入学しようプログラムみたいなのがあって、もうすでに頓挫してるみたいですけど、入学試験で、例えば数学とか、理科とか、なんか物理科学とか、
計算でするものって、100点満点なんですよね、彼らは。絶対100点なんですよ。もう答えを知ってるから、計算方法を知ってるから。計算して答えが出るのは100点満点。でも、彼らができないものがあって、まあ、国語の読解力の問題とか、まあ、書き方、漢字の書き方とか、それはもちろんパーフェクトですよ。そうじゃなくて、読解力を試す。この人物が何を言ってるかとか。もっと面白かったのは、なんか、社会かなんかの問題で、世界史かなんかの問題で、中国の武将が出てきて、なんとかっていうお父さんがいて、その弟みたいなのがいて、これ兄弟なんだけども、その兄弟ってことが AI はわかんない。一人活躍、お父さんは活躍した、弟はすごく活躍したっていうのはわかるんだけども、そこをつなげるものがないから、そういう文章を出されると正解できないっていう。そんなことが考えられないのが今の AI なんです。でも人間はそれがわかるんですよね。当たり前にわかる。誰か、誰々のお父さんはこの人で、誰々の弟はこの人だ。みたいなことはわかるんだけども、そういう複雑な思考は残念ながらそういう機械にはできない。なぜなら一つ一つこう、プログラムしていかなきゃ、彼らは判断できないですよね。計算は全てプログラムできるけど、計算でできないものはプログラムできない。うん、これが今のその AI の現実で、これからもおそらく変わんないですよね。うん、だからそこで人間が唯一対抗できるのが、もう圧倒的な技術力であって、これ、まあ投資とかって、なんか職人なんですよね。うん、実はなんかそう、職人技なんですよ。なんか花火職人とか。わかんないけど、家事職人とか。そのと一緒ですよ。うん。やればやるほど上手くなるし、まあ、料理人とかですよね。うん。やればやるほど上手くなるし、やればやるほどこう洗練されて、強くなる、みたいな。さっきその、ダガーナイフがエクスカリバーになるなんて話しましたけど、使えば使うほど、単純な手法が、こう自分の中のこう身になって、ものすごいものが生み出されていくんで、もう目指すところはそこですよね。うん、トレンドフォロー一つ取っても、すごい上手い人と、やっぱ下手くそな人って出てくるんで、技術屋さんなんでね。上手い人っていうのは、なんかやっぱりこう、トレンドの最初の方で入って、なんかこの辺で逃げるみたいな。あんま上手くない人は、ちょっと遅れて入って、この辺で損切られるみたいな。そういうのがどうしても同じ場所でやってるので出てくるというところ。でもそれは突き詰めてこう、同じところを繰り返し、その検証、バーテストしてると、分かってくるはずなんですよね。検証をすることで技術が高まってきて、自分の身になる、力になるみたいなところはあるんで、目指すべきところはそこですよね。間違ってもそのツールが勝たしてくれるような、計算して勝とうと思っちゃいけないっていうところ。うん、まあ、どっかでね、多少の間違いはあるかもしれないけど、もう大筋間違ってないでしょ。これがまあ、真実というか、まあ、機械には絶対に学んでできない人間の特技、うん、素晴らしい部分なんじゃないのかなってところですね。それがこう、存分に発揮されるのも、この FX の強み。であるので、個人レベルで勝負できるんでね。スーパーコンピューターにも負けないレベルで、おそらく勝負できるはずなんですよ。うん、人間の思考ってすごいんでね。まあ、そういうところを、こう、日々の検証で、培ってもらったらいいかなと。いったところで、終わりますか。ゆうたさん、いけますか出るからマイク。出ないから。誰か何かあればいいですよ。何ぐらいですかね。大丈夫です。大丈夫ですか。またお暇の時に遊びに来てください。はい。まあ、LINE してますけどね、いつもね。また、はい、LINE 飛ばしてください。ありがとうございました、今日は。はい、とんでもないです、はい。またやりましょう。はい。はい。はい。じゃあ、皆さんまたやりましょう。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。